田明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。この試合の結果次第では昇格を果たせるかもしれません。見応えのある試合になりそうですね。今日は注目の一戦になりましたね。勝ち越しゴールなるか。ゴール。これでこのままいけば昇格ですね。サポーターも大興奮です。いやー、記念すべきゴールになりました。ゴールが生まれたのは開始3分。ゲームが早くも動き出しました。よく見ていました。このプレーはチャンスにつながりません。安定したボールさばきです。パスしたボールはタッチを割ってスローインです。ヒル、いいビルドアップでしたが相手に渡ってしまいました。カバーニー、なぜかシュートが入りません。このシュートは入ったと思いました。ドキッとしましたね。中を狙うか。頭で折り返した。相手が触ってボールが出ます。コーナーキックです。ゴール前に入れた。このボールはクリア。ゴールキックとなりました。プレーを流します。アドバンテージを見たようですね。いいスペースにボールを出しました。あと旗が上がりました。これはオフサイド。厳しい判定です。ボールを失います。さあどうする。パスをつないできましたがここで奪われました。スローイン。ここから狙うのか。おい、来た。おい、なんセサル、ここでボールロスト。ボールをサイドへ展開します。ここはキーパーが素早く出ました。ボールをキャッチしています。果敢に仕掛けてボールを奪いました。セサル、いいタックルでしたがスローインになりました。ラインを割ってスローインです。ミリート、サイドから攻撃でしょうか。ボールは外に出ました。スローインです。いいパスが通った。ボールが入りました。見事なロブパス。サイドにスペースが空いています。ここはチャンスだ。カウンターが出るか。ここで渡すわけにはいきません。不过你只几快，应该后脚都跑快过你花腿。
いい形でゴール前まで持ってきました。同点に追いつくチャンスを伺っています。どのタイミングでボールを前に入れてくるでしょうか。強く蹴りすぎたか、直接キーパーに渡りました。あまり強いシュートではありません。楽々セーブしました。さあ上げたい、ここはしっかりクリアしました。しっかりとしたディフェンスです。この位置でカットした。守備が軽かったですね。これはスルーパスが強いか。また枠に当たって跳ね返る。迈克尔三番呢？走り込んだ味方に合わせました。我鸡毛乌都没安排。止めます。好来呀！ボールはエリアへ。危ない場面もディフェンスがクリア。クリアボールは再び相手に渡っています。ボールを前に運んでいく。素晴らしいタックルです。ここはタッチに逃れます。ボールは中の選手へ。マイナスのクロスを入れた。このシュートはスピードがありません。うまく読んだインターセプト。見事なブロック。中を確認したい。相手のチャンスをディフェンダーが潰しました。ここで大きく前に出します。前半終了です。スコアは1-0、リードは1点です。前半の早い時間にゴールを決めた後から選手たちの動きが一段と良くなった気がします。あの得点は大きかったですね。チーム全体に余裕を。後半開始です。カバーニ、ピンチを出します。これは見事なインターセプト。強い当たりだ。ボールが強すぎました。キーパーが抑えています。ここでボールロスト。いいスペースにボールを出しました。ゴールを狙う。ゴールだ。シュートが決まった。これで1点返されても大丈夫ですね。昇格をさらに確実にする得点になりました。タッチラインを割りました。スローインです。ボールを運びゴールに襲いかかります。キーパー止めましたがまだインプレー。好吧好吧、快点。ディフェンダーのインターセプト。
ディフェンスラインの裏を狙いましたが、ここは出し手との呼吸が合いません。サポートの選手がいます。このミスは痛い。相手にパスを出しました。セサル、ラインを割ってスローインです。ヒル、惜しい場面でしたがここで奪われました。いいカットです。ボールを奪いました。クロスを狙ってくるか。ゴールだ。序盤で大きなリードを奪いました。残り時間もありますが、スタジアムが昇格ムードに包まれています。おお、すごい雰囲気ですね。ただサッカーは何が起こるか分かりません。ヒル、いいところを見ていました。ディフェンダーの裏を取るプレーを好む選手ですが、少しタイミングが早すぎたか。素晴らしい読みでインターセプトしました。ヒル、いいスペースにロブを出しました。ゴール、ボールがネットを揺らしました。ここで差を広げます。早い時間帯に決めました。この試合勝てば昇格決定。どうだ、コーナーキックで再開されます。好奇心想法好奇心になっちゃいましたね。中に入れた。インターセプトでチームを救いました。前でインターセプトした。そこで取られてはいけない。シュートをブロックした。決めに来た。パンチングで弾く。競り合いに強いですね。ボールをキープしています。相手ボールになりました。このボールはタッチを割ります。スローインです。スローインで相手に渡してしまいました。何かあったんでしょうか。最高のボールが出た。シュートコースにディフェンスの選手が詰めていました。パスをカット。いい読みでした。ここはうまくボールを取りました。判定はフリーキックです。チャンスにできるか。中に選手がいましたが全員見送りました。カウンターのチャンスが巡ってきた。決められるか。弾きましたが、ここはプレーを切りたい。このシュートはディフェンスがブロックしています。ゴール前に入れた。ここは止めました。ここまでやられていますから、これ以上は点を許したくないでしょう。試合終盤を迎え、チームは盤石の試合運びを続けています。福西さん、この勢いのまま昇格を果たしそうですね。はい、問題ないでしょう。これまで成し遂げてきたことを見れば、十分昇格に値するチームだと思います。応援してくれるファンのためにも、このまま終わってしまっては申し訳ないですね。絶好のチャンス。タックルが決まった。これはカウンターのチャンスです。またパスが通ります。ここのラインが今日はすごくいい関係です。攻撃に移りたい。ここで大きく前に出します。
ボールを取らせない。ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。ルーズボールになっています。ブロックに当てる。サイドを変えます。試合終了です。この結果、チームは見事ディビジョン1への昇格を果たしました。選手たちがハードワークを積み重ねてきたことがこういう形で実を結びましたね。来シーズンはトップクラスの相手としのぎを削ることになりますが、このチームなら問題ないでしょう。期待していますよ。あ、已经早有了。